択肢ばっかり読んでるからですね。そもそも入ってないことを選んでいけないというのが必要になるんですけれども、ごめんなさい、誰までやったか忘れちゃった方が山川さんから出てくるけれども、山川さん、これ、何番でした？本文中のその該当する部分っていうのを探し出してよく検討するっていうふうなことです。で、なんとなく書いてないんだけれどもこれありそうな話だよなっていうふうな選択肢が絶対入っているんですね。それが3番ですよね。愛する女がありながら別の女のところに通っていたこと、なんかそんなことあっちゃいけないよなっていうような変な常識を働かせるっていうようなことがあってはいけないんですね。だからあくまでも本文から離れちゃいけない。まあ統一の選択肢は、ポイントとなるような部分っていうのが結構内容的なことではなくて文法的単語の内容っていうのが多いです。たとえ選択肢、内容を問う問題であっても敬語表現の有無であったり単語の意味であったり文法的に正しくないような選択肢が紛れ込んでいるなんていうふうなものであったり、結構ね、ポイントとなることが明らかなんですよ。ああ、これはこの部分が聞かれてるんだなっていうようなことが分かる場合が結構あります。なので統一の問題、古文、漢文に関しては、どの内容をどういうふうなレベルで聞いているのかっていうようなことを自分で把握しながら、ね、問題解いていくっていうようなことが大切なんですね。ですから皆さん手元にまだやっていない過去問があるようだったらば、最後の最後もそういうふうなつもりで、あ、ここのところがポイントになってんじゃん、この部分だけ分かっていれば大丈夫じゃんっていうようなことを見つけ出すっていうようなことをトレーニングとしてやってもらえるといいかと思います。